はい、皆さんこんにちは、榊淳でございます。9月25日ですね。小雨降ってます。止みませんね、小雨が。まあ僕は帰る時にやんでてくれたらいいんですけどね。それだけです。12時回りました。12時20分ですね。どうなってますでしょう。株価まだ前場が終わって5場が始まってませんけども、133円プラスですね。昨日のニューヨーク52ドル上がってますね。はいはい。菅新総理ですね、まだ安全運転を続けていらっしゃるようでございまして、国会がね、国会が今月はないか、来月召集されるとかされへんとかって言ってますけど、その冒頭で解散があるんかないかっていうのが話題になってます。ものすごい支持率ですね。 70% ですか。すごいやん。あの見てくれがね、まあしょぼいおっさんやんっていう、しょぼいじいさんというべきですかね。もう70過ぎてますから、なんか頭も薄くなってね、身長は165センチだそうでして、まあ普通の日本人のじいさんですよね。その方がですね、70% の支持率があると。どういうことかと言いますとですね、その、あれです。その、いちご農家出身、叩き上げっていうのがですね、非常にその、受けてるらしいんですよね。で、苦労人ということになってます。法政大学を自力で卒業してですね、で、おこのぎなんとかさんの秘書になって、おこのぎ正彦でしたっけ、秘書になって、秘書11年やったと。で、横浜市議を3期務めて国会に出てきたと。国会に来た時も47歳っていうことですから、まあ、どちらかというと遅いですね。早い人は30代で、30代、20代の後半である人もいます。それで、安倍さんの官房長官になって、でも早い時代から、あの人4期ぐらい当選の時に、総務大臣になってますね。衆議院議員選挙にね、当選したからといって、優秀な人ばっかりとは限らないわけなんですよね。内閣総理大臣になった人はですね、その自分の閣僚を選ぶときに、どういうふうに選ぶかと言いますと、これ多分私の想像ですけども、なるべく問題を起こさない人、自分の言うことを聞く人ってのはまあまあ大事ですけど、その次にちゃんと仕事してくれる人。で、仕事せんでも務まる大臣っていろいろあるんですよ。適当にやったらなんとかなるやんみたいな、少子化担当とかね。な別になすぐに数字出えへんやからね、どうでもええやんっていう話ですね。ああいうのはどうでもいい人を配置するわけです。どうでもいい人ってどういうことかというと、当選がね5期6期になったのに大臣になれへん、7、7期8期になったのになれへんって。まあ平沢克也さんなんていう方が、ね、8期までなったのに8回当選してるんですね。なので大臣になれへんっていう。あれ安倍さんの家庭教師だったんですよ。まあいいんですけど、そういう人はですね、なるべくしょうもない、何もこう問題を起こしそうにない、ポストを与えるんですけども、菅さんという方は当選4期かなんかで、4回目かなんかで総務大臣になってるんですね。総務大臣でしたらちゃんと仕事をしなあかんポジションなんですよ。だからまあ仕事できるというふうに見なされたんでしょうね。でまあそこからですね、トントンと上り詰めて官房長官を7年8ヶ月やって、で今総理大臣になられてるわけですけども、でやっぱりこの支持率が高いというのはどうでしょうね。やっぱり叩き上げということが多くの人のこうマインドに刺さるんでしょうね。安倍さんは、あの人は2世3世3世かお父ちゃんは安倍晋太郎という方はですね、昭和の時代の政治家でして、外務大臣をされてました。実力のある政治家でしたね。で奥さんが岸信介の娘さんということでですね、まあ、サラブレッド、山口県のご出身、長州のご出身ということでですね、サラブレッドですね。はい。安倍晋三さんのお父さん、安倍晋太郎さんというのは、まあ、岸信介さんの情勢ということなんですけど、サラブレッドです。これに対してですね、菅さんはですね、秋田県のいちご農家の長男でしたかね。お姉さんが2人いらっしゃるらしいですけど、
まあなんというか、なんともその我々庶民にとっては身近な、ああいちご農家の長男ねみたいな感じで、あれですね、こう身近に思える親近感がありますね。で高校を卒業してですね、上京されてですね、なんか段ボール工場に働いたとかっていう話がありますけど、数ヶ月らしいですね。で大学受験に失敗したという話もなんか、ね、書いてありましたし、あまり勉強が得意でなかったということらしいんですけど、2年遅れで法政大学にお入りになって、夜間部とかって書かれてますけど、卒業したのは一部らしいですね。まあそういったね、経歴が非常にこの好感を持たれているということなんでしょうけども、これがですね、あの中国の方にとってはですね、非常にね、あのなんていうか、こうびっくりするような出来事らしいんですね。日本という国はですね、一応自由と民主主義の国であってですね、どう言いましょう、誰でも好きなところに、住めるわけですね。お金さえ払って家賃払えれば、あれあれ家が買えればどこに住んだっていいわけですけども、だから秋田県のいちご農家に生まれた菅さんがですね、東京に住むことも自由だし、横浜に住むことも自由だし、横浜の市会議員になるのも自由で、別にその当選するかどうかは別にしてですね、立候補するのは自由なんですね。ところが中国という国ではですね、そういうこう居住の自由がないんですね。生まれたところに住んでるお前らっていうのがですね、あの国の制度でございまして、自分の戸籍がないところではですね、社会保障が受けられないっていう制度なんですね。上海に生まれた方はラッキーですね。上海人の戸籍がありますから、上海人の親を持って上海に生まれたら上海人の戸籍がある。北京で親が北京人の戸籍を持っていれば北京になれると。ところがなんとかなんたら省なんたら村に生まれた方っていうのは北京に出てきたとしてもですね、北京の戸籍はないわけですね。そういう方はですね、いわゆる、不正規に働かなきゃいけないわけですね。で自分の子供が生まれてもですね、その子は北京人にはなれないんです。自分の持っている何とか省何とか村の戸籍には入ることができるんですけども、北京の市民、いわゆる市民権がないわけですよ、簡単に言えば。もちろんですね、あの国は投票ができる国ではないんで、投票権みたいなものはありませんけども、いわゆる社会保険が受けられないっていうことですね。だから下手すれば学校も行けないですね。北京市が運営する学校へも入れそうにないと。まあそういうね、なんて言いますか、生まれたところ差別っていうのがある国なんですね。で、あの国では一番出世するのは共産党員でございます。共産党員になれた、なれるのはですね、やっぱりその、有力者の子供なわけですね。そうするとやっぱりね、都会に住んでる人の方が有力なんですよ。で、お金稼いでいっぱい寄付をしたりすると入れたりします。共産党員になるっていうのが出世の道なんですけども、農村で生まれ育った人は共産党員なかなかなれないですね。よっぽどこう、稼ぐか、コネがあるかとかでないと、なかなかだから出世できないわけです。で、日本人からするとそういうのはよくわからないですよね。秋田県のいちご農家に生まれようとですね、東京の大学に入りたければ入ったらええやんって、試験に受かったら入ったらええやんっていう世界ですね。あとは学費を払えればええやんということなんですけども、そういう自由がないわけです。そういう国の人たちにとって、って農家で生まれた子供が東京に出てきて、東京の大学に行って、法政大学ですから超一流とは言えませんけども、の大学に行ってですね、でそうなると政治家になって、で最後は総理大臣になるのっていうのは、中国的感覚からするとありえない。農村に生まれて、北京出稼ぎに行って、北京の大学を出て、で北京の共産党のこう 役についてですね、だんだん上り詰めていって、最後は主席になる。ありえへん。実際ありえてないですそうですね、今の習近平さんという方は若い時にですね、ちょうど文化大革命というちょっとこうなんていうかおかしな運動に巻き込まれて、下放って言って田舎の方に掘り出されます。でも親が偉い人だったんで、なんとか戻ってきてですね、清華大学っていう、日本では東大工学部みたいな、東大理工学部、理学部工学部みたいな大学をなんか割とズルしたらしいんですけど一応そこ出てますね。でナンバー2の李克強さんは北京大学のご出身ですね。
まあ、日本的には東大の 理学ですか、工学ですか、まあ、なんかね、中国の場合理系が強いんですよ。そういうサラブレッドみたいな方が上にいらっしゃる。日本では安倍さんはね、サラブレッドですけども、まあ学校はね、そんなサラブレッドの学校ではあるけども、お勉強がものすごい強いというイメージはなかったですね。今の菅さんもそうですね。だからそういうふうにね、その、まあ、田舎から出てきた、まあ、ものすごい貧しい家ではないですけどね、菅さんの場合は割と裕福なお家 の農家のお出ですけども、そういう方が最後はね、一国の長である総理大臣に上り詰めるということ自体がですね、どうもこの理解できないことらしくって、まあそれは理解できひんでしょうね。我々もね、そのね、僕も理屈で分かってますけど、あの国のこの指導者がどういうふうにして生まれていくのか、どういうふうに上り詰めていくのか、ようわからん。まあ、ただシステムとして、知識としてはなんとか理解はできますけどね。でも中国の方にとってはそれがものすごくね、インパクトがあるらしいんですよ。まあせやろうなと。昔ジミー・カーターという方がアメリカの大統領になりまして、これがですね、田舎の、とっても田舎の、農家のご出身でして、ある時お母さんにですね、僕はプレジデントになるんだって。のお母さんがどこのプレジデントになるんやって言われたんですね。英語でプレジデントっていうのは社長という意味があるって、あと大統領という意味、ミスタープレジデントと言ったら大統領のことなんですけど、普通のプレジデントって言ったら社長のことなんですね。まあ社長になるなんていくらでも言いますからね。まあそういったアメリカの場合はそうやって一農家の人がミスタープレジデントになったりします。日本も同じです。でも中国は違うと。で大型の中国の方はそのシステムが理解できていないと。まあそのことを知った僕もおもろいなというふうに思いました。それを少しお話をさせていただいた次第でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。